半間岩尾先生です。ちょうどね、ウクライナの大統領とロシアのプーチン大統領と話をしました。直接ね、テレパシーで話をしております。それから、投資ですね。その投資の、検証ということでね、今度10個ですね。インジケーター10個、1,2,3,4,5 10個並べてます。で、まあ投資する場所ですね、この赤と青が揃った時に投資するんですね、全部がね。それでね、移動平均線を3本にして25、50、100ですね。で、こういう時に越した時、2本、3本ね、まあ2本でもいいんですけど、ここで投資したらここで打ちますね、揃ってるか。それから上がって落ちてきたところ、ここでリグイと言うんですね。この移動平均線を越した時がいいみたいですね。これも越してるわけで、下落ちてるね。だけどここですね、 ここに打つわけです。1,2,3本目ですね、ここですね。こっから打てばいいわけですね。今も手遅れですね。しかしこれだけ下がってるとちょっとね。で、これ、この赤出るのが相当遅いんですよ。ここから出てないんですよ。というのは、ここではね、こうして怒ってる時にはすぐ出てるんですね。ここで。ここで出てる。前もって、越す前に出てるんですね。それで3本越してると。だこの場合はね、越してるのはここだから、ここで打てるんですね。越しそうな時にこれが下が揃ってるから。でこの3番の移動平均線がすごくいいみたいですね。こういう時落ちてる時でしょ。ここはどこなんだ。ここなんだ。ここだね。ここで打つと、戻っちゃってんだよね。で、ガチャガチャガチャって、ここで出口なのかな。落ちるところここら辺だよね。これ抜けて出て、これちょうどさ、3番ゴールドクロスでしょ。レッドグレス、レッドクロスって言ったっけ。で見てね、ここで見てね、これ下が揃ってればっていうような感じもいいんですよね。ここでは落ちるかどうかわかんないんだよね。ここではね。あ、だけど2本だから、で、戻っちゃってるんだよね。で、ここで落ちてる。だけど、ここでさ、下がんなかったら、ここで決算しちゃうね。
ここはこうやって上に上がっていくとこで、ここで見れるでしょ。でここでガチャガチャ来て戻ってきて、これは損切りしちゃうね。ここでね、損切りしてここだね。ここで、あ、ダメだ、これできないね。ここだね、こっからなのね。これを打ってガチャガチャやってこうだから、あんまり利益取んないね。綺麗なさ、クロス3本がクロスした時はいいみたいね。これはいいんじゃない。これ抜けてくでしょ、こう上がってく、うん、こっから打てるね。でこういって上がってって、でここでリグイだね。でまた上がってって打って、でここでリグイでしょ。でここでまた打ってって、ね、ここでリグイかな、ここでリグイか、ここだと損しちゃうかな。ここですね、ここで打つわけですね。でガチャガチャ来て、ここでリグですね。まあ勝ってのこれだけだね。205ピップスですね。音楽上がってるのかな。これはこっから打って上がって、ちょっとここでリグよね。これをこういうガチャガチャしてるところからここだね。ここで揃った。でこう来て、こうガチャガチャしながらここでリグね。ちょびっとだな、この下だから。このぐらいだから。54ピップスですかね。上がって、こう来て、ここでリグ。ここでしょ。でこっから上がってって、ここでリーグイだね。あ、この幅しかないね。なんかこの急降下間に合わないからこうなっちゃう。ここはグーだね。これずーっと落ちてこうだから、これはこんな稼げちゃう。405ピップス、うん、これはここまで進まないと。ここのとこだから、あってここだから、こってこうでしょ。
よく、これはここだね。こっから、ガチャガチャ行きならここまでだ。194ピッツ。これはここでしょ。こっからガチャガチャしながらここだね。こっからここだから大してないね。そうだね。大丈夫ですね。今度インジケーター10本で見てみました。ちょっとこれね、新しくやったんで、10本もつけたんで、またもっとつけますけど、16本ぐらいつけますけどね。ちょっとね、僕ね、肝臓が少しやられて、アンモニアが血液に溜まるらしい。で、頭はボケるの。で、少しそういうのがあるんですよ。肝臓が処理しきれないっていう。それと、膵臓がんになりかかってる、やばいって疑惑もあるんだ、膵臓がん。こんなので足に血液が回りにくくなってね、糖尿病になりかかって、それで両目出血して左目が白内障になりかかってて、で復帰したの。で両目とも出血したんだけど、右目がかろうじて全開、左目が白内障でちょっとあって戻すのが大変だった。自然に自分の体でね、直して、そんなことで、まあ一番やばいのは内臓ね。心臓も AB ブロックモビット2障害っていうのを持ってて、で尿管結石の病気も手術もしたし、自分の病気が結構多いんですよ。来年65歳ですね。手なんか体黄色くなってるかな？なってるとね、膵臓がんなんですよ。ちょっと黄色いかわかんないけど、平気だと思うんだけど、手の色こういう色なんだけど。生き生きしてるけどね、若い手の色ね。以上、半前の先生でした。どうもありがとうございました。